待ちに待ったスポーツの祭典が動き出す。バスケットボール、サッカー、ゴルフ、射撃。埼玉でも4会場で開催される東京2020。心を込めてお迎えする夢の舞台。世界が変わっても変わらなかったアスリートたちの努力と情熱の証を私たちは近くで目撃することになる。熱狂と感動で一つになろう。埼玉県東京2020オリンピックパラリンピック。オリンピックは2021年7月23日から8月8日、パラリンピックは8月24日から9月5日にそれぞれ開催されます。オリンピックは約2800年前に始まったスポーツの祭典で、現在は4年に一度開催されています。スポーツを通した人間形成と世界平和を目的とし、夏季大会と冬季大会が行われています。一方、パラリンピックは障害者スポーツの祭典です。用具やルールを工夫することで、さまざまな障害のあるアスリートが公平に競い合います。4年に一度、オリンピック終了後に同じ都市で開催されています。大会はスポーツに直接関わる人だけではなく、多くの人たちの準備や支えがあって成り立っています。今回はそんな様々な分野で大会を陰で支える人たちを紹介しています。まずはパラアスリートの体の一部となる用具を作る会社です。この会社は東京2020パラリンピック走り幅跳びで日本代表に内定している山本篤選手の義足の一部を製作しています。これは陸上の走り幅跳びの義足になります。膝上から切断した人の、部品になります。こちらがソケットという、足を入れる部品、そしてこちらが、膝の関節になります。でこちらがバネになる部品、これらをつなげるアダプターという部品を作っています。図面があるわけではなくてですね、選手のイメージで作ってというふうな依頼があります。そのイメージをどういうことなのかなっていうことをですね、整理しながら、そしてそれを作るのに工夫しながら、どうやったら作れるかなっていうのを考えて、最終的なものにしております。選手が活躍するっていう、そういうところを夢見て作っております。特に表彰台に上がった時なんかはすごく嬉しいですね。苦労といえばですね、選手のイメージしたものと違ったもの、そういうものがあった時にはやはり使ってもらうことができなくてですね、作り直しっていうのがありました。東京パラリンピックではいろんな障害を持った人たちが創意工夫をした部品を使って、自分の限界に挑戦してます。そういう挑戦する姿っていうのですね、一緒に応援してもらえたら楽しいんじゃないかなというふうに思います。続いてはオリンピックサッカーの会場、埼玉スタジアム2002で芝の管理を担うグランドキーパーの佐藤さん紹介します。日々芝生はどうしても成長しますんで、刈り込みをしたりだとか、水が欲しければ散水をしたり、あとはお腹が空いたっていうのであれば肥料をあげたりだとか、その顔色を見ながら芝生のコンディションを作るために私たちはいます。ピッチ上では選手が主役にはなるんで、その私たちが管理した芝生の上で、素晴らしいプレーをしてもらう、そして怪我をしないで、プレーを終えてもらう、それがこうできた時というか、してもらった時に、私たちの一番 のやりがいかなと思います。病気とかやっぱり出てくるものなんですよ。やっぱ植物ではあるんで、そういったのを先に感じてあげなきゃいけない、私たちが。でそれを、お薬あげて、治してあげる、手はかかるんですけど、綺麗な芝生を提供できてるんだなっていう思いはありますね。やっぱり16日間で11試合っていう大変ハードなスケジュールにはなってますんで、その中で、試合をすれば確実に芝は傷んできますんで、その痛みをいかにこう治して、限られた時間の中で芝をしっかり直して、次の試合にいい環境を提供するっていうのが、
まあ、ずっとこの前からオリンピックが、ここでやるっていう時からずっと考えてることなので、まあ、それがうまくできたらなって思ってます。続いてはブラジルのホストタウン新座市の職員で国際交流員のグスタボ・ラモスさん。まあ、一般的には国際交流というのはその日本の地域の国際化に貢献する仕事なんですね。あの選手団が来た時にあのそのキャンプの準備をしたりで、その選手のアテンドもしていますので、4月の半ばにニーズに来て、あの2週間後最初のキャンプがありました。テストキャンプ最初は大変でしたけど、あの通訳のも難しいし、でもやっぱりやりがいがありますよね。そのブラジルの選手を支えているような感じがして。また小中学校などに出向き、ブラジルの文化を伝える活動をしています。例えばブラジルは広いです、ブラジルはこういうところです、あの基本的な情報だけを伝えるより、ね、あのもっと何が面白いかを考えて、あの楽しく紹介、しようとしています。できるだけ知れ渡っていないブラジルを紹介しようとしています。例えば出前講座の後、あ楽しかったっていうコメントも、あのあその講座のおかげで外国に興味を持ち始めたという方も、あと言っている方もいますので、本当にあのそれを聞いて本当に嬉しいです。今あの東京2020開催される予定で、人生で唯一の機会じゃないですか。そのチャンスをつかんで、あの新しいことに携わりたいという気持ちがあれば、まあ、ぜひぜひやってみてくださいということを伝えたいですね。世界各国からの観光客をおもてなしする都市ボランティア、大会の時には競技会場までの道案内や大会期間中に開催するイベントの運営サポートなどを行います。その一人が杉本さんです。駅前で人々をお出迎えしたり、バスとかに乗ったりする時の場所を案内したりします。都市ボランティアをやろうと思ったのは、2019年のラグビーワールドカップの時に4年に一度ではなく一生に一度だっていう横断幕を見かけたのでやってみようと思いました。ラグビーワールドカップでは駅前で人々をお迎えしたり、ファンゾーンで実際にラグビーの優勝杯が来ていたので、それの写真を撮るお手伝いをしました。スタジアム周辺でボランティアをする機会があったんですが、試合の様子が聞こえてきたので大会を支えているという実感がありました。最初はなかなかずっと立ったままなのかなとか、動かないのかなとか思ってたんですけども、いろいろ動きがあってそこは大変なんですけれども、いろいろな人と接していてありがとうって言われる機会とかもあるので、そうすると疲れとかも飛んでいきます。私は都市ボランティアとして参加するので、埼玉を海外から来る皆さんに知ってもらえたらと思います。せめて英語だけでも話せるようになれるように努力をして、海外から来た人をおもてなしできたらと思っています。続いては埼玉市立鈴谷小学校の皆さん。皆さんは東京2020大会で観光客をきれいな街で迎えたいという思いから、スポゴミという取り組みを行いました。このスポゴミは制限時間内に拾ったゴミの質と重量をポイント化し競い合うという、ゴミ拾いにスポーツの要素を加えたものです。鈴谷小学校では実行委員会が中心となり、この取り組みを行いました。街がきれいになるっていうのは自分の心もきれいになりますし、やっぱし自分のおかげでやっぱし街がきれいになるっていうのはとってもいいことだなって思いました。美化環境とかには今まで興味がなかったんですけど、スポゴミをやることによって帰り道とかにタバコの吸い殻やペットボトルのゴミなどを気にするようになれたし、あの分別ゴミの分別とかも気にして、あのしっかり分けれるようになったし、スポゴミをやってよかったなと思いました。これで各地から来た選手や観客の人たちにここきれいだなって思ってもらえるなって思いました。これを機会にみんながもっとゴミ拾いに関心を持ってもらって、そのオリンピックの時だけでなく街をきれいにしてほしいなと思いました。
続いてはミャンマーのホストタウン鶴ヶ島市で活動する日本ミャンマー友好協会の金モーモーさんを紹介します。モーモーさんはミャンマーの伝統的な民族舞踊を市のイベントや学校で披露するなどミャンマーの魅力を日本に伝えています。 踊りとか音楽とかは言葉の壁がないのでみんな子供も大人も楽しく私が踊るときはみんな手拍子をしたり一緒に踊ったりしてます。日本での知名度がまだ低いミャンマーという国をしてもらうこととオリパラを盛り上げるため のお手伝いができる、できること、オリパラの時に外国からいろんな選手たちが来ると思いますがその人たちに対してコミュニケーション言葉はできなくても挨拶ぐらいはできたら笑顔でねできたら向こうも喜んでくれると思いますので温かい心で笑顔で挨拶がちゃんとできたらいいなと思います。続いて紹介するのはオリンピック・パラリンピック等経済界競技会です。私たちは東京2020大会の成功に向けて日本のたくさんの企業が力を合わせて一緒に盛り上げていこう、そしてオリンピック・パラリンピックが終わった後の未来が素晴らしいものとなるようにしていこうという思いのもとに集まったチームです。これまで全国の県や市町村、地元企業の皆さんとともにスポーツ、バリアフリー、日本の魅力、復興、次世代育成、そして日本が誇る技術をテーマにオールジャパンで1000件を超える活動をしてきました。例えば皆さん、パラスポーツという言葉は聞いたことありますか？障害者スポーツとも言いますが、パラスポーツはルールを工夫すれば障害がある人もない人も一緒に楽しめるんだよということを一人でも多くの人に知ってもらうために、そしてパラリンピックをみんなで応援できたらいいなという思いを込めて全国各地で体験会などをこれまでに何百回も開催してきました。埼玉県でもボッチャというパラスポーツの体験会を何度か開催したのでやったことがあるという人もいるかもしれませんね。また誰もが安心して過ごせる社会を目指し障害のある方に困りごとを聞き実際に街を歩きバリアフリーマップを作成する活動にも取り組んでいます。例えば車椅子を使っている人にとってはたった数センチの段差でも通りにくいと感じることがあるんです。そんな情報があらかじめ分かっていれば通りやすいルートを選ぶことができますよね。そういう情報をマップにまとめることで誰もが競技会場にスムーズに来ることができるといいなと思っています。街には設備や環境面でバリアフリーではないところもまだたくさんあります。そんな時一人一人の手助けや声掛け心のバリアフリーがとても大切です。ぜひ皆さんも関心を持ってもらえたら嬉しいです。続いては聖火リレーを盛り上げる活動を行っている聖火よ再び実行委員会の皆さんです。1964東京オリンピックの聖火リレーのランナーや伴走を務めた方々で当時のことを多くの人たちに伝える活動を行っています。実際の聖火リレーのトーチ、これだとかそれから当時のユニフォームだとか、当時たくさん撮りましたその記録写真、これらをまず皆さんに見ていただこうという展示イベント、それから実際に模擬聖火リレーを市内の小学校で行っております。いろんなオリンピックの意味だとか平和に対する考え方とかというのを今の方たちに我々なりに伝えたいなということでこの活動を始めております。レスポンスというのはそれをする人、選手だけでなくてそれを見て応援する人、それからそれを支える人、みんなが集まって本物のスポーツの祭典になるわけです。ぜひ皆さんもそういった目でこのオリンピックを見たり、あるいは少しでも関われるところがあったら積極的に関わってほしいなというふうに思っています。大会を盛り上げようと
さまざまな活動をする人や大会期間中に競技会場の準備をする人、選手をサポートする人など数多くの人たちが大会に関わっています。こうした人たちの活躍が世界中のアスリートのパフォーマンスを最大限に引き出しているんです。大会に向け一人一人が自分にできることを全うしベストを尽くすことで多くの人たちの心に残る大会になります。皆さんも今自分ができることを考え、一生に一度しかない東京2020オリンピック・パラリンピックの成功を支える一人になりましょう。